では、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、アニメ妖怪ウォッチの第73話でですね、妖怪ウォッチゼロ式の新機能が明らかになったんで、こちらご紹介していきたいと思います。次回予告で僕想像してたのは、ゼロ式の新機能ってことは、なんか妖怪の説明する音声入ってんのかな、だとか、あとですね、麻酔銃みたいに攻撃できる、敵に、妖怪に攻撃できるような、そういう機能が加わってんのかな、とかね、思って見てたわけなんですけど、もう意外ですね、斜め上のゼロ式の新機能だったわけですよね。ちょっと振り返っていきますと、まあ、消えたら元に慶三からのその手紙が来るわけで、なんか昔、亡くなるだいぶ前に書いた手紙だから、慶三が本当に子供の時ぐらいに書いたやつなんやろね。消えたとお別れしてから、その後に書いたんかもしれないですわ。もう慶三じいちゃんね、亡くなってしまってるわけなんですけども、おばあちゃんが出し忘れてたということで手紙が届くわけ。これその手紙に書かれてあるのが、妖怪ウォッチゼロ式の新機能ね、中にお宝が、もうなんかがこう組み込まれてあるということなわけよね。今までそんなんさ全然語られてなかったんだけども、ここでそんなことがみたいな。だからもともとその妖怪ウォッチのアニメのその音符の1話とかでウィスパーがなんか修理に出してたんでね、初代のやつも含めケイタの妖怪ウォッチをすべて修理に出してて、で初代のやつだけ戻ってきてるみたいな。でゼロ式どこ行った、ゼロ式どこ行ったみたいな状況なわけなんだけどね。で手紙の最後にゼロ式の新機能それはみたいな書かれてあるんだけど、ウィスパーが吸い込んでしまってわからずみたいな。なんか妖怪パッドのなんかアプリの機能でどこに妖怪ウォッチがあるかみたいな探すことができるみたいなんでね、 iPhone がなくなった時になんか探せるようなそんな機能もあるかと思うんだけれども、で探してみると、今ゼロ式はどうもですね、ギー君の元にあるわけなんですよ。でそこへ行くわけなんだけど、でギー君はなんか妖怪ウォッチゼロ式をオークションに出してしまってみたいな、どん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 いろんなところに移っていってるわけよね、ゼロ式は。これでケイタたちなんとかオークションで妖怪ウォッチゼロ式を取り戻すんだけど、そこに現れたのが怪盗ラビッツは妖怪ウォッチゼロ式を奪ってしまうわけだよね。なんか盗まれてしまうんやけど、なんやかんやありましてケイタね、そのゼロ式を取り戻しましたと。これなんかこうどこに仕掛けがあるんだろう、どこに新しい機能があるんだろうってケイタね探してみたら、出てきたのがなんとですね、栓抜きなわけなんだよね。意外すぎるどうも新機能っていうのはその栓抜きだったみたいね。まあ、昔慶三のその昭和の時代はさ、戦後の時代はジュースとか瓶になってるから、もういつでもさ栓抜きがあればパンってこう蓋を上げることができると、まあ、めっちゃ便利なんだけど今は使わねえめっちゃね予想外の結果でしたわん。てか妖怪ウォッチにどうやって栓抜き入っとったみたいな、そんな感じもしますけど、ポンって出てきたよね。栓抜きがポンって出てきたんだけど、かなり意外だったよな。10月下旬に発売される妖怪ウォッチゼロ式のね、CM も放送されてたんだけど、もうウィスパーの音声も入っているし、召喚ソングもリニューアルしてるみたいだし、令和リミックスバージョンやったっけ。だから逆に昔の音声って使えないんかな。アニメでもさ、妖怪召喚するときに、一応召喚ソングちょっとね、流れたりはするんだけど、がっつりはなんか流れないやんか。なんか著作権的な問題で、妖怪の召喚の音声ってもう流せないようになってんのかもしれないですよね。ちょっと楽しみにしてたんだけど。次回のアニメ第74話もめちゃ面白そうで、先輩お月見したいんですけど、そして妖怪ルームシェアですね。次回予告の映像ちょっと見てみるとですね、これは警察24時のやつから妖怪劇場でジバニャコマさん映ってますけれども、ババーン、寝違える逮捕みたいな寝違える確保みたいになってますけれども、でこちらですね、なんかめっちゃケータがウハウハみたいな浮かれてる感じなんよ。どうもフミちゃんにお月見をねなんか誘われたみたいな、そんなことあるみたいな、フミちゃんにお月見誘われるとかそんなことある、妖怪の仕業かとか思ったりするんだけども久しぶりにフミちゃん見れるかもしれないと。だがしかし月見を見ようとしているんだけれども、エンダエンダによって見れないということね。でこちら見てもらうと、もうケイタねゼロ式をつけてるわけだよ。だからこっからはもうしばらくずっとゼロ式を使うことになるのか。今までずっとこう初代の白色の妖怪ウォッチケイタつけてたんだけど、もうこっからはもう73話ぐらいからもうケイタはゼロ式をずっと使っていくんかなって思います。でなんかメダルもさ Z メダルとかそういうのに対応してる。今までのメダルももちろん使えるけれども、なんか一新してたよね、ウィスパーがどやさみたいな感じでなんか緑色のフレームのねメダルを出してましたけれども、でエンダエンダが邪魔してくるんだけど、このねセクシーすぎてさどうしようもないというやつですよね。ウィスパーもさ古典妖怪だしエンダエンダだしすごいときめいてますよね
で、ケータは妖怪のね、天狗とかを召喚して、その煙をどかせようとするんだけど、うまくいかない。エンラエンラがセクシーで、大人の魅力でできへんと。で、さらにこれ、兄貴だよね。妖怪の兄貴とかも多分ね、これ、エンラエンラになすすべなし、みたいな、そんな感じかな。もう顔が赤なってもうとると。ウィスパーもね、エンラエンラにずっとタジタジな感じだよね。もうどうすることもできないのか。月見を見ることはできないのか。もうエンラエンラを見ることしかできないのか。後半のストーリーが、なんかウィスパーが家出するみたいなね。ジバニャンとウィスパーが喧嘩して、ウィスパーが家を出ることに。なんか妖怪シェアハウスみたいな感じで面白そうなんだけど。で、おそらく妖魔界でね、ルームシェアすることになると思うんだけど、インチキンや、みたいな。多分、とんでもねえ部屋紹介されるんじゃん、みたいなね。で、行ってみると、なんか相撲系の妖怪たちがめっちゃおるぜみたいな感じだよね。で、その人らとご飯食べるんだけど、ちゃんこ鍋やし、おにぎりだし、めっちゃお相撲さんの部屋じゃねえみたいな。無理やりおにぎりを食べさせられるウィスパー。で、その後コマさん、コマジロと一緒にね、五右衛門風呂入ってるから、まあ、最終的には落ち着く感じなんかな。で、なんやかんやって結局、ケイタのお家に戻ってくるんかなって予想してますけれども。ちゅうことでですね、ケイタの妖怪ウォッチもちょっと一新しましたし、今後の展開ちょっと楽しみよね。今回久しぶりに慶三とかもさ、結構いろんなシーンで出てきたりとかして、で、慶三の音声もね、聞けたりとかして、結構今回テンションぶち上げ状態でしたよね。ということで以上、今回はここまでで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。